盧成実は朝鮮民主主義人民共和国の政治家。金日成総合大学卒業。父親は金日成と共に戦った抗日パルチザンであったという。盧は長らく朝鮮民主主義人民共和国で女性運動に関与し、2001年に朝鮮民主女性同盟平壌直轄市委員会副委員長に就任後は、同国内での女性運動を主導する立場となり、数々の女性集会で挨拶や演説を行っていることが確認され、また、朝鮮民主女性同盟代表団を率いて、外国訪問をたびたび行っているなど、名実ともに、朝鮮民主主義人民共和国を代表する女性活動家であった。2008年に、朝鮮民主女性同盟中央委員会委員長に就任すると、2009年には、最高人民会議代議員に選出され、最高人民会議常任委員会委員に任命された。さらに2010年には朝鮮労働党中央委員候補に指名されている。また、盧は朝鮮労働党の実力者であった張成卓の指導の下で国家体育指導委員会委員に任命された。2011年に金正日総書記が死去した際にはその国家葬儀委員会メンバーに143番目の人物として記載されている。2013年に張成卓が失脚した後、盧も翌年の2014年に朝鮮民主女性同盟委員長を解任されたと伝えられる。解任以後の盧・孫氏の動静は不明である。ありがとうございます。